レオン師匠のふかつりぼりはいみなさんこんにちはレオンたくたくみですえ、今日のふかつりぼりはですねインタビュアーのキューベイくがちょっと長期離脱 <laughs> 大げさなんですけどちょっと忙しくてね、えー、なかなか参加できないということで今日は僕単独でやらせていただきます とということでね今日のお題は、えー、僕の方でねたくさんいただいているご質問の中から、えー、僕がピックアップしたものをですね、えー、これちょっとやっときたいなということで、えー、ご質問の内容はですね魚がすれていてショートバイトが多い時はどうすればよいですかこれがまず1問でこの方続いてあと釣ったその場でリリースすると他の魚も食わなくなるって本当ですか とといいいいうつつのご質問ですね今日はこれについてて釣り部にしていきたいと思いますえまずはね「すれてショートバイトの時はどうすればよいですか?」っていうご質問なんですけどえまずね「すれてる」っていうのはどういう状態を指すのか「すれ」という言葉の意味とかですね「釣り場におけるすれている状態っていうのは何を指すのか」というね、えー、基本的なその概念をしっかりさせてから「 お返事したいいなあと思います、えー、すれてる、えー、例えば人間で言うとねすれっからしという表現が表すようにですねいろんな場面を経験してきて、えー、君子危うきに近寄らずじゃないですけども非常に慎重にしっかり観察して、えー、命の危険が及ぶような場面には近寄らないような状態になってるのを 魚であれば擦ればてるるとといいいうう表現をするんじゃないかなかううに僕は受け止めてます受け止めてますしまだ僕が若き頃10代20代の頃にね師匠や先輩たちが「すれてる」っていう言葉をね,ね使うことがまれにありました。で、えー、僕も若いですからその頃は「すれている」がどういう状況か分かんなかったので聞きましたけどもまあ少なくとも僕の師匠や先輩たちは僕が先ほど言ったような状態を「すれている」 ということで、えーねあのー、僕の経験則経験値でねこのスレに対してのお話をしていきたいと思うんですけども、うん、まずね、えー、大まかに大枠で考えると海に魚釣りに行ってすれてる魚明確にここの魚はすれてるなという状態にね遭遇することは 99%僕の中じゃありません。<laughs> ないんです。なぜえー、さっきも言ったようにね多くの危ない目を経験して初めてすれていくわけですよね。だから例えば天敵が少ない南極のペンギンとか <laughs> ね天敵いないですからだから人間が上陸したら「何何何が来たの?」って感じでとこ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 ペンギンがやってくるっていう話は有名です。 これこれ全く擦れてない状態ですよねでも人間見ると危ないぞって知ってる動物たちは近寄らずに飛んで逃げますよね。強い動物はは攻撃ししててくるるこれはいわば擦れば状態ですというふうに考えた時にこれを魚に置き換えて考えた時にどういうふうな状態になってる魚がすれてるかっていうのはこれはね一口ではすごく言い表しにくいんですよ。うん だから、すごくね、あの解説が長くなっちゃうんだけども、まあ、魚釣りにおいて、一般的にすれてるって言われると、閉鎖水域、狭い範囲で、閉鎖された水域の中に、ずっといる魚が、えー、散々釣り人に引っ掛けられて、釣られて、またリリースする、逃がされて、何度も痛い目をして、 少々じゃ人間が投げた餌とか人間が投げたルアーには食いつかないよっていう状態が擦れてるっていうことなんだろうと思います。そう思いますよね皆さんもね。うん、ところがね例えばメバリング例えばアジングで現場に行ってショートバイトが続くそうするとこれを擦れてるというふうに認識する方がね 大勢見かけますし実際に今回のねご質問者の方もねそういうふうな問いかけなんですよね。す、えー、れててショートバイトになってる時ここにねう僕はちょちょ,ちょっと待ってよって言いたくなるんですね。でなぜかというと全くすれてないはずの、えー、魚群がいるとします。うん、全くすれていないんだけども魚にはねお食事の時間があるんですよ。 これをルアー用語で言うとフィーディングタイムって言うんですけどね、フィード、フィーディングタイム。まあ、お食事時,時ですよ。陸上でもそうなんですけど、海の中にはね、あの潮流がありますね。潮の流れがあったり、それから干満、満ち引きがあったり、その潮の流れや道引きによって食べやすい餌が大量に目の前に来る時間と、そうじゃない時間帯、食べやすい時間帯、食べにくい時間帯、あるわけです。はい そうすると魚の方もね、えー、必ず一番食べやすい時間帯に食べやすい場所へ集まってくるわけです。でお食事時間ですからそこに餌が流れてくるもしくは存在すればバクバク食べるんですけど簡単に言っちゃうと食事時間以外に目の前に餌が来た時にどうするかですよ魚が。これはしょっちゅう見かけるでしょ釣り場に行って。何投げても知らん顔してることって。 よよくありりますよねね魚釣じゃ、ね、ルアー投げても知らん顔してる。だからイケエサつけてみた。やっぱり知らん顔される。ねこれごく普通のことじゃないですか。うん、この食事時じゃない時にポンっと当たる、こちょっと当たる、もっと当たるけどどうしてもかかんない、まあショートバイトと呼んでますよね。これをすれているというふうに思うと、僕はね、物事解決つかないと思うんですよ。 すれ,れてるんじゃなくてフィーリングタイムになってないってことですよはいで言葉だけじゃ不足でしょう <laughs> ちょっとここでねあのー、その画面がはっきり撮影できてるね、えー、過去の VTR をねちょっと見ていただきますねこの辺の水深1メー,ー5 0ぐらいのところねポツポツ黒い影が見えるんで多分メバルだと思うんだよなあそこ今。 ということなんだけど、まあ見えるので、とりあえず打ってみましょう。ほい。送った。あ何切れたんじゃないね。バレたんだね。えー、さんさんとてってる中の釣りを、本当はね、見せたいんですよ。当たったい、またなんか。当たったなぁ。当たったけど、やっぱりあの、あれだよね。潮止まりなんで、 若干食いが悪いね顔のの前通ったら反応ししててるてるこうね餌が流れてこう移動してると綺麗にスパッと食ってくれるんだけど塩が止まってるからねあの吸い込みもねいまいち弱いっていうか本気で食いつくモードになってないんだよねああ当たった乗らない当たってる当たってる。当たってる まあ今釣れなくてももう3四4 0分1時間2時間ねっのケの潮がどん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 効いてきだすとね簡単に釣れるようになるから当たってんだよ当たってるのにおっああくそ乗らないなかぶらで乗らないっていうのはあ何がくっついてんだろうよっぽどちっちゃいのかなこれすごい当たるよ よし勝か,かけたよーほらほらサイズ上がったじゃないほらほらよいしょお <laughs> まともが来たぞまともが要はエサを運んでくれる潮流があるかないかでメバルの集まりがおおおおさらにアップしたぞこら <laughs> これは、うーん、よしよしよしし、見て見てほ、ほら、昼はいいよ、これ丸見えなんもん、ほら。よし、来たー、もうなんかすごいな。おー、突っ込む突っ込む。面白い、楽しい。シュガーミノ、40、スプリングスグリーン、シュガーミノの S、シンキングス。これだと、水面直下、 今メバルがついてきてるレンジを通せるので。これなら食うかもしれない。まあ食わなければ、またワームで戻すね。しょうがないから。よしよし、食った。食った、食った、食った、食った。よし、よし、プラグで食った。おお、よ,よし、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 おお、さすが。さすがプラグー。いえ。さすがにドヤ顔するよりも、これ。 どうや。<laughs> これがメバリングです。僕のメバリングです。サンキュー。<laughs> よし、こっ,った。こっ,った、こった、沖で、こった、沖で。よし、よ,よし、よし、よし。フラッキング <laughs> す。すごいな。すごいな。しかも。 プラグに変えてから全部20センチ級だよこれはいということでねショートバイトの原因の多くはですねまず食事時間じゃないということ、ね、これ魚種によってなかなか難しいんですけども例えばメバルの場合はあの非常にレンジがシビア、まあ、アジもねそういうふうに言われることよくあるんですけど自分が捕食しようと思ってる餌が流れてくるゾーンにメバルが待機してます。 で、おおむね上向いてますね。いつもいつも僕言ってますけど、こう上向きに並んでるんです。これはメバルという種族の性質です。で、目の上を流れてくるというより、餌が流れるレーンよりも少し下にポジション取りして、食べやすい位置に来たらパクっと食べるっていうのもメバルの食性のあり方なんです。で、これね、昼間にメバリングに、先ほどの映像のようにね言ったらよくわかるんですけど、 フィーディングタイムに入るまでは、潮が緩いとか、全然流れてないときは、あっちこっち向いてます。天然バラバラで。で、潮が流れて餌が入ってくると、一斉に皆、上流に向いて並んで、で、あまり食欲のないやつは少し平行の形で、ステイして。で、ちょっと食欲のあるやつは少し上向きなんです。やっぱ、もう食べようという体勢に入ってるわけ。で、パクッとくるわけ。 だから食欲のないやつがいます。全く食わないやつがいます。どっちでもないやつがいます。すごく食い気のあるやつがいますという状態。で食い気のないやつ、全く食い気のないやつと、まあ来たら食べてもいいかなぐらいの、まあ、頭で考えてるわけじゃないと思うんだよ。本能的な部分なんだけど、どっちつかずの子はとりあえず流れてきたらちょっかい出すんです。猫がよよく遊んでますよ 本当のお腹が空いてたら猫もバッと何か捕まえたらそのままガシガシって噛んじゃうけど食欲がない時こうやって遊んでますよポン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 。猫科の動物ってのはそれも特徴なんですね。そこ犬はあんなことしないんだけど、まあ、仮に猫だとすればじゃれる。魚もねこう大いにこの傾向がね強いところがあるんです。でメバルは特に僕そこら辺強いなと思ってます。そうすると 大きく口開けて流れてきた餌を吸い込もうとはせずにまあうんあえて言えばこうずつきするような感じだよねこってこんこんってまあじゃれてる感じなんだよねこれでなかなかかかんないもうさっきの映像を見ていただいたらほぼほぼ一目瞭然だと思うんだけどもショートバイトなんですはい、あ、で本格的にフィーリングタイムに入っていい潮になってきて食い気が入って餌も流れてきたらもう一頭一匹で 同じ群れですよさっきの同じ群れで同じ魚相手に同じところへ投げてショートバイトが連発してたのに完全にそのゾーンに、えー、時間帯になったらどんどん入れ食い状態になるわけね。うん、だからこのショートバイトをすれているというふうに考えるのは、えー、僕は99%当てはまらないと思ってます、うん。ほとんどのケースがそうなんじゃないかな。 はい、じゃあすれている時っていうのはどういう時、うん、これはね分かりやすいので言うとメバルカサゴアジよりもねシーバスとかチヌに多いよね特に僕たち公安部堤防アングラーは、えー、堤防に登ってよいしょって下見たらこう下のシェード影の中にさ大きなシーバスが何匹も並んでいることってよくありますよね。うん、でうわシーバスいるじゃん 地いるじゃんってことでルア入れますよよ,よけよけるよねよけられれちゃう <laughs> これは彼らは特にチヌシーバスで堤防の明かりに餌を求めてやってくる連中っていうのは基本的に堤防は危険地帯だって分かってて寄ってきてるんだよね。でんあくまでも僕が個人的に思ってることだけど人を人間が分かってることが多い。 うんこれなぜそう思うかっつったらパッとテーブルの上に登ってシーバスがいっぱいいるからルアー投げてやるんだけどなかなか食わないバンと食う時もあるよ食う時もあるけども往々にして、えー、6割7割はね無視されるでも何かを食ってるでも無視されるこれはね人間の存在をね非常に本能的にね察知してんじゃないかと僕思うよね特にチヌがひどいねうん。 で、ある日ね、それを思ったとき、感じたときに、この堤防にはいつもシーバスがいると。でも、上に登っちゃう、あるいは人がいたら、もう全然食わないのが僕分かったんで、ある日、試しに、登らずに、こっち側から頭も出さずに、絶対にいつもいる場所が大体分かるので、そこへピッてルアー投げて、手だけ伸ばして、こうやったら、一発ヒットだよ。ガツンって。<laughs> なんかその時に、 ある種の確信持ったね、僕はね。ほら。堤防の上に立つから脅かしちゃってんだよって。これは、すれてる魚の、えー、なんだろうな、危険回避能力だと思うんですよ。で、どの漁,漁師でも一緒なんだけど、お子ちゃまの時には、そういう危険察知能力が低いよね。つまり、すれてないから。幼いほどすれてないじゃない。学習能力なので。 はいうん、だけどさこれをアジメバルで例えた時にどうなのって言われると僕はねアジメバルでね擦れてると思ったことはほとんどないよね。擦れてる魚の代表選手はまずブラックバスこれは日本でいうとリザーバーつまりダム湖だよね。ダム湖の池 で天然湖っていうのはほとんど、ね、日本には少ないのでほとんどがダ,ダム湖でみんなバス釣りしてましたよねあるいは野池のようなところでねで持って帰れないじゃん <laughs> 釣っては逃がし釣っては逃がしするじゃないだから覚えちゃうよねどん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 なので僕ら若い頃ねバス釣りが流行りだした初めの頃に、うん、例えばビッグバードがめちゃくちゃ釣れるよっつったらみんながビッグバード買っていくわけさでボン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 投げるわけよ で釣れるよ。ガンガン釣れるよで。で、2年ぐらいしたらもうビッグバット全然効かなくなるんだよね。これ、魚の方が覚えちゃってる状態だよね。うん。でも、あの当時だからさ、ルアーグラが誰一人入ってない三条湖の、えー、ボートもね、ランチングスペースもほとんどないようなところで、トップウォータープラグ投げたら、多分お、俺たちが初めてだよね、な時があったんだけど、もうね、 延々釣れるの1丸一日トップウォータープラグだけで何十匹も釣れるわけさ。うん、ところがやっぱりそこもね2年3年過ぎるうちにもうトップウォータープラグや箕面では超過が薄くなってやっぱりワーム入れないと釣れなくなったりこれが日本のバス釣りの歴史の中じゃ、まあ、ごくごくどのエリアであれ当たり前のね、えー、みんなが経験した現象なんじゃないかなと思うね。 だから、擦れてる代表選手がブラックバスであるし、あとエリアのトラウト、うん、放流されて、えー、養殖業者が持ってきて、バーンと放流して、その後ドどー、食いが立って、ボコボコ釣れるじゃない、どーと放流スタートってね。で、30分か1時間ぐらい、もうみんながこう、釣れ下がっ,って、そのうちシーンとなるよね。うん、で、離した魚が全部釣れるのかって、そうじゃないよね、7割とかぐらいなんだよ。 あとの3割は生まれつき頭にいい子がいるんだよ。ここもそうなんだよ。その生まれつき危険回避能力の高い子をすれてるっていうのはおかしいよね。うん。なんだけど、えー、バスにしてもトラウトにしても、その閉鎖水域で何回もつられて逃がされると、ねえ、みんな死にたくないから学習するじゃないですか。うん。 こういうのを擦れてるっていうんであって基本的に、ね、釣って逃がされ逃がしてもらえることがほとんどない海港湾分の魚はねまず擦れてるって表現自体がね当てはまりません。はい <laughs>、うん。じゃあショートバイト対策どうすればいいの、うん、これなら話わ分かる。うん、もうショ、えー、いつも釣れるパターン例えばジグヘッド1 1>, 1 5ムに2インチ程度のワームをさしていつものところで投げてゆっくり巻くとコンって簡単に連れてましたアジでもメバルでもでもある日行ったらそれがポンポンと非常にあのかかりにくいショートバイトだけだよ、うん、じゃあどうすればいいのこれさっき言ったように一番考えられる原因はフィーリングタイムお食事モードじゃないって時だよねあるいは個体差なんだよね そのし慎重な子がたまたまたくさんそこにいるのかもしれないというようなことを考えられるけども基本的には食事時間じゃないじゃれてる状態じゃあその時にどうするかっつったら一つはダウンサイジングだよねもうよく言われるもう2インチのものをいきなり1インチにするちっちゃくするなぜちっちゃくしたら食い、えー、が良くなるかっつったらそれはやっぱり口の中に入りやすいっていうのがね一番大きな要素かなと僕は思ってます まあ、一つはそうだよねで僕なんかはあの、まあ、昔はやりましたよこれはなかなか食わねえな当たってんのは間違いないけどっていう時には僕も初期の頃には、えー、ルアーを小さくしたりねしてましたそれが一つあとレンジを変えるメバルの場合はねこれは結構シビア完全なフィーディングモードに入っていてすごいみんな悔いが立ってるのになかなかバイトがないとかバイトがあっても乗らないっていう時は微妙にレンジがずれてます だからレンジが変わるウェイトのジグヘッドを結ぶとか潜るレンジが違うフローティングミノを何種類か使い分けるとかでトップウォーターでもサブサーフェイスでも2センチそこらがこう上下がね生水が違うものを使うと一発で解決することもよくあります。うん、それからそうだね、えー、なんそうだな 具体的にね、僕がよく使う手が、えー、釣れてたのがガクンと釣れなくなりますってのは、よくあの、潮が引いて干潮時になった時によくあるよね。で、潮止まりになったらよく起きるよね。で、これは満潮時でも干潮時でも、潮止まりっていうのは基本的に海の中がお休みの時間帯なので、これは食わなくなります。これはもう 海生生物のほぼ不分率と言っていいくらいです。うん、ちょっと余談の話をするけどもえっ、ー、とねカナダだったと思うんだけどな NHK の,の自然科学の番組でやってたんですけどね、えー、沈んでる軍船があるわけそこへダイバーが入っていって24時間その海の中の様子を見るんですけどそこね砂地の海底なのよ。 本当すだちの海底にボコッとこう船が埋まってるわけ。で面白いのがねそこで24時間とか何日ずっとカメラ回しっぱなしにしてんだけど潮止まりの時には小魚がちらちらっと船の前にいるくらいなの。ところが潮が動き出すとねどん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 小魚が増えてくるの。でどん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 小魚が増えてくると中魚がどん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 増えてくるの。 で、こう、満潮のカーブが上がっていくでしょ。で、まあ、満潮に向けて、どん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 活性が上がっていくっていうのは、活性が上がるというより、魚が増えるんだよね。船があるから、そこのストラクチャーみたいな。で、そのストラクチャーの中に隠れていた小魚が出てくるんだけど、それを食べに、周辺、周域から、ああ、そろそろ飯の時間だなってっ集まってくるのよ、中魚が。で、最終的には、その中魚食う大魚まで集まってきて、 最後にはね、おるかまで来るんだ、おるか、シャチまでが。で、潮止まりになったら、また、てんでんばらばら、で、干潮止、ま、艦長の潮止まりになったら、またシーそれぐらいねこわ、こんなにはっきりしてるんだって、僕はその、えー、テレビ映画見てね、感動したんです。はい、はい、話元も戻しますね。 ドカンちの塩止まりドマン町の塩止まり食わなくなりましたっていう時にね僕がよく使う手法はねメタルバイブ投げるんですメタルバイブ。でこれは何かっつったら僕,は僕がメタルバイブを使う時っていうのは食生に訴えてないんです。うん、食生に訴えて釣る方法の、まあ、一番代表的なものがワームと呼ばれるね。 餌ですよ、おいしいよ、食べてっていうのが、まあ僕はワーミングだと思ってるわけ。うん、で、ハードルワーでもね、ミノープラグでも、餌ですよ、小魚ですよ、食べておいしいよって言ってるかもしんないけど、そうじゃないやつもあるのね。えー、っとね、前半でちょっとちらっと言ったね、その猫科の動物に対して、ピュッピュッと物を動かすと、もう修正的で、あーってなるじゃない。 で猫だと手と爪があるから、パンパンってやるで、いきなり食いつかないよね。でも魚は手足がないから、猫のような性質を持った魚相手に、猫じゃらしみたいなの、ピッ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 やったら、パッパーッとこう来るわけ。うん。ね。これ昼間に堤防から尺ヘッドぶら下げて、ワインドやったら分かるよ。うん。フィッシュイーターじゃない、スズメダイとかなんとかでも、こんなのはどっかけてくるから。うん。何を言ってんのか。 <laughs> あの食性じゃないんだよ反射の応用だし、えー、ある種怒らせて食わせるっていう面側面も持ってるのうん。反射食いを誘う怒らせて攻撃させるという意味合いで潮止まりで食欲も何にもない魚を相手に釣るときにはメタルバイブっていうのがね非常に効果的ですよって僕は思ってるわけねだから僕はまあ、今だったら、えー インクスレーベルで作ってる、ゴッツンバイブとか、コッツンバイブとかね、をよく投入します。で、ブラッって言わせた。ブラッって言わせてしまう。ブラッって言わせた。これでねい、ここにいるであろうところを何回も何回もやると、最初の1回、2回じゃバイトがなくても、2、3回同じとこやるとね、そのうちゴーンと当たってくるのよ。これはね、もうイラついてる証拠なんだよね。自分のテリトリーにわけのわかんないのが入ってきて、なんちっちゃいくせに生意気にブラッと言って。 ええ、うっとうしいなと思って、最初はゴンってね、続ズきズで追い返すから、かかんない、ね、<laughs> ところが、あゴンと当たってきた、いるな。で、僕はしめしめと思って、そこまた、プルッと、プルッと、ゴン、また、プルッと、ン、そろそろ来るぞ、プルッコツ、ゴン結局ね、続ズきしてても、何回やあの追い出しても、また戻ってきて、プルップルッって、このちっちゃいこの生意気のやつがやるから。 もう攻撃の手段として噛みつくしかなくなるわけ <laughs> こういう釣り方もあるよっていうのをねご質問者の方ね覚えておいてくださいであのこれに実際実践投入してね、えー、の気づかれた方は大勢おられますし特にこの1ヶ月ぐらい X でよく見かけますよあの潮止まりの時のゴッツンバイブコッツンバイブってめっちゃ効くよねって。 別にごっつんごっつんじゃなくてもいいからね。あのブリディにも b バイブっていうのがあるし、もともとその元祖であるジャズの、えー、ボークン。ね。で、ね、も他のメーカーさんにもいっぱいありますし、まあ、メタルバイブは基本的にそこが他のルアーじゃ絶対に無理なことができる特徴を持ってるわけです。こメタルバイブならではないです。メタルジグでもできない。夏ジグでも無理。スプーンでもできない。 ましてやワームにはででききないことができるメタルバイブっていうのはねそういう意味では特殊な能力を持ってるんですよ、はい。そういうことを理解していただいてすれているとは何ぞや <laughs> 今個々の魚がショートバイトになっている理由は何が理由なんだということをねやっぱりあの観察しながら一生懸命考えて捉えないといけないよね。うん、レンジが違うのか食べてる、うん、こんなちっちっゃいな 1mm2mm しかない網を食ってる時に5センチの上を流してもそれは難しいよねっていうのがあるよね。うん、そういう時にはくすればい,いよ、ね、で僕はねあ,のあまり広めたくなかったからほとんど見せてないんですけど、えー、そういう時の僕の必殺武器を昔は使ってました。うんえー、フライフックのね20番フックなんていう。 こんな小指の爪の上にそのフックが3つ乗るぐらいシングルフックでちいちゃいのそれにかみつぶし根っこにねかみつぶしおもりを打ってでそんなちっちゃい針だからつけるワームがないんだよねで当時ねちょうどいいワームがあったのまあ今でもあるかスクリューテールグラブっていうワームだよこう本体があってちょっと尻尾が細いのこの尻尾だけ1センチほどカツンと切ってそれをスプリットショットで ショートバイトするとこ流すと一発で吸い込んで食ったりもしてくれる、うん。でもいつもじゃないからね。ショートバイトの理由が餌がちっちゃいからとかお腹が空いてないからちょっと口でこうじゃれるだけのものに対しては比較的効果的だよってそうじゃない時にね他のさっきのメタルバイブでイラつかせて驚かせてという方法みたいなことも効果的ですよ。 あるいはメタルジグの「キラーンキランで、えーン」で猫を引き寄せるようなやり方でもねメタルバイブのブルブルじゃなくてメタルジグのフラッシングで、えー、そういうリアクションバイトをね呼び込むというやり方もありますし、えー、そうだなもう一つ言っておこうあの小さいルアー,あー軽いルアーでゆっくりやらないとショートバイトの時は釣れないよって思いすぎる皆さん。 これはね、ある意味、ナイトゲー明かりつきのナイトゲームの特徴であって、これ、昼間にはね、ほぼ当てはまりません。昼はね、どっちかというと逆なんだよね。うん。まあ、表層に浮いてるやつは別だよ。表層に浮いてるやつは別だけど、ボトム近くにいるアジとかメバルを釣るときには、1グラムじゃ釣れなくても、3グラムならポコポコに釣れることがあるわけ。これは、パンパンって操作して、 パパンパンとースードなんだよねスーッと落ちるから1ムでスーっと落ちるから見切られるんだけど3ムでスッと落ちたらこの落ちるスピードが速いからこそ食ってくることってのは昼でも夜でもたくさんあって特に昼はゆっくり落ちると見に来て見切られるから早い方がショートバイトにならずにしっかり食ってくれるという場面もあると。ね はいということで、えー、ぜひぜひ現場でね、試してみてください。はい、次は、えー、釣った魚をその場でリリースしたら、他の魚が釣れなくなるっていうのは本当ですかというご質問ですよね。うん <laughs> うんどう説明しようかな。あのー、まあ、プロのアングラさんもね、たくさんいらっしゃいますので、全員が全員同じじゃないので。 僕がということでお話しするとそうだな僕はこの10年15年ロケに行って魚を持って帰ることは99.9%ぐらいないです。うん、あの持ち帰るためにバッカンであるとかクーラーであるとかを持っていくのが大変すぎてっていうのが初期のイメージだったんだけどあの持って帰らなく なる癖がついたら、もう持って帰るのがめんどくさいので、この15年ぐらいはね、本当に99.9%魚持って帰れないわけ。じゃあどうして乗のって言ったら、つって、ああ、いいの来ました。はい、どうぞ。写真撮って。その後どうしてる僕が。皆さん、僕の過去のアングリングソフトでも、ルアニュースでも、えー、その他の DVD でも見て、はい、じゃあ元気でねって、そこで僕リリースしてるじゃない。いつも。 で、立ち位置変えてるの、そこで連発させてるじゃないですか。え <laughs> ああ。1メバル。ね、33とか32とか 30. ね、2連発、3連発させてるのを、釣って、わあ、すごいねー、釣って、利用したでしょ、そこへ。で、そのまま投げてるじゃん。だ、また食うじゃない。うん。いやいや、3匹ですから、そんなもんでしょ。いや、違う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 。もうね、 回数は覚えてないいくらい、えー、僕メバルがたくさん住んでる瀬戸内で50年メバル釣りしてれば一晩で三毛玉釣ったことなんてな覚えてないくらい僕はあるわけでそういうふうにね一晩で三毛玉釣れる時っていうのは往々にして立ち位置変えずにそのままで釣れてんだよそこ座ったまま友達と二人でうんえ,え一頭一匹ずーっと釣れるのうん今そんな釣り楽しくないからやんないけどさ 全部そこに逃がすんだよボロボロボロ何十匹も。100匹釣つって100匹逃がしてるぐらいの勢いだからね。そこどう,どう考えますかっていうこと。これが一つとね、確かに僕らプロ仲間でも、はい、堤防の表で流して、かけました、釣りました。で、これをその場で逃がすと、 スプークしてビビって他の魚が釣れなくなるから裏へ逃がしますねっつって裏へ逃がしてる人いるよね。確かにいますよね。うん、<laughs> で僕はそんな人とも釣りに行ってるんですよ何回も。でまあ彼はそう思ってるわけだから僕はねそれをモロに否定したくないから彼が後ろへ 逃がすから僕はそっちって釣るわけ彼が逃がしたところで釣れるからね <laughs> 実際それを僕はあ、本当かな本当だったらやっぱり気をつけないならないなって思うじゃない素直に釣り人なんだからだから彼が五匹六匹リリースした反対側で釣ってみるわけよ実際に釣れるじゃん。釣れるでしょ釣ってるわけよ僕はじゃあ、えー、次の機会に僕は一人で行ったときに 本当にすれるのかなと思ってその場で逃がします、どん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 。いや、以前から逃がしてもあんまり関係ないよねと思いながらね。で、僕、メバルはね、特にデイゲームをやるから、あのこれは何度も実験的にやってみ見た、見てるんですけども、えー、瀬戸内っていのはね、素晴らしいところで、堤防から見ると、ちょっと行った先にこう、 あえーとね、島と島の間に橋がかかっててその下にこう突き出た堤防があるわけです。流れに向かってこう L 字になってる堤防がね。でこの、えー、流れに海峡部に対して平行に伸びた堤防から海の中を見ると、えー、敷石があって敷石が落ちてその向こうにちょっと藻が立ってて潮が流れてていい感じのものそばにメバルがこういるのがねお天気のいい日なんか見えるわけですよ。で潮が止まってる時にはさっき言ったように。 天然バラバララになってで、そこへペットと投げてみると無視されるよね。だってフィーディングモードじゃないから。で、潮が流れると整列しだすんだよ。この状態じゃまだ食わないんだよ。で、整列しだすんだっつけど、このレンジがこう、ちょっと浅くなってくる。これが、そろそろご飯時ですよという合図なわけ。 で、そうなったら、ちょっとこっち向き合いが入って、よしって流すと、ああ、来た来た来たーって、あパタパタパターと3匹ぐらいつって、うー、最高、今日はサイズめし楽しいぜーっていう時に、ふと思いついて、あこう、かけて、おーこれいいサイズやねー。ちょっと待てよ、と。これ、フリーにしたらどうなんだろうっそこでベールを開けて、フリーにしてみると。これ、10回ぐらい僕は違う場所でも実験した。昼に行った時どうなると思う皆さん。 振りにしたら、わーって逃げる。逃げて元いた位置、仲間がいるところへ戻って、またこうやって泳いで餌待って、ここへぶら下げたまま。<laughs> どう思います？元いた位置戻るんだよ。あーなるほどと思って、<laughs> また寄せて、また寄せてで、はいありがとうね。 ってだかてすこれをね何回もやって僕は経験してるから、うん、まあそいつが逃げていって元の位置にこう並んで餌待ってる仲間たちに「おい今日は危ないからここ,ここでご飯食べるのやめとこうぜ」って言ってる空気感を感じたことはそういう様子を目,目視したことは一度もない。ただ一つ考えられるのは あ堤防、足元のギリギリ、キワキワで釣れたやつ。それを、キワに逃がすのは、若干まずいかな。ぐらいの感じはあるね。その時はちょっと先端持って行って、先端の方で話したり。うん。やっぱり壁際の魚っていうのはね、あの前半のご質問のところでも言いましたけど、チヌにしてもシーバスにしても人慣れしちゃって、あるいは堤防の上に人影があるのはもう分かってて、そこで餌食ってるからね。 それが一匹仲間釣られて、ぼっちゃんとかドボーンって帰ってきたら、うわちょっとこれやべえかなっていうのは間違いない、うん。あと、明かりつきの堤防にいる魚と、例えば闇磯のシャローにいる魚は全然性格違うからね。これはね、もう大都会に住んでて、マンション暮らしで、まあ、自然の状態がほぼない中で生活してる人間と、ねえ、 あのポツンと一軒家 <laughs> で80代でずっと住んでるじいさんとぐらい違う。うん、やっぱり自然界の中で、えー、全て自分の五感と能力で、えー、餌を食べて、えー、危険に対しても行政や国家が守ってくれるんじゃなくて全て自分の力で守って病気しても自分で守っ、えー、治してとかそもそも病気になるようなものに近寄らなかったり。 ということとに、ね、長けてるんですよあのところがね明かりつきの堤防に寄ってくる魚っていうのはね人間でいうと,あのと都会の人間なんだよ。うん、六本木で考えてみて一晩中レストランがいてんだよ。一晩中人でその明かりがついて一晩中人がいるような大きなレストランに行くじゃん。 行きすればご飯出てくるよねこれがね、明かりつきの堤防の概念だ、うん、ここで、釣ってリリースして、他の魚がやばいっていうふうにあの危険信号を感じるかったら、感じないね、ほぼね。ところが、シャ,シャロウの魚っていうのは常に鳥だなんだに襲われる危険性があるからね、ものすごくナーバス。うん、どんな魚種でも。にいる魚 ちょっと遠くから人が来ただけでバーって逃げるじゃない。ね。<laughs> うん。だから同じ、そこへリリースして、擦れるか擦れないかという話は、そこの条件次第でも随分違うし、はい。ね。なんかれるということと、リリースはどう考えるべきかというあり方はねあの、なかなか一言では言えないけども、えー、先ほど僕が経験したこと。 ね、僕が言ってることは100%正しいかどうか分かりませんけど少なくとも僕は経験してそういうふうに感じたということでね、えー、よかったら皆さんも、えー、踏まえていろいろ現場で観察してみてください。はい、じゃあまたねー。